ハロー YouTube。 さあ今回取り上げていきたい電気自動車ニュースになりますが、中国市場においてですね、日産とホンダがですね、生産能力を最大3割も削減するというですね、まあ、驚きの報道が飛び出す中においてですね、実は日本人が知らないだろう、最新のですね、中国の車両登録情報の数値からですね、実はその減産をですね、さらに上回る形で、実は日本メーカー勢のですね、販売台数が危機的な状況になっている、まあ、このですね、最新トレンドとともにですね、解説していきたいと思います。まずですね、今回取り上げていきたいのが日本メーカーである日産とホンダのですね、中国市場における最新情報になります。こちらの報道ですけれども、中国市場においてですね、生産能力を大幅に減らすのではないかという報道になっていると。この報道はですね、日本経済新聞の報道です。具体的には日産が中国市場における生産能力を最大で3割減らす方向で合弁先であるドンフェンとの調整に入る見通しであると。さらに同じく日本のホンダについても、中国国内の生産能力を2割ほど減らすという計画を立てているという内容です。他方でですね、これ日産もホンダも公式には生産能力のカットに関してを公式に表明していないと。さらに日経も説明している通りですが、日産やホンダをはじめとして全ての日本メーカーについては中国の自動車メーカーと合弁して中国事業を運営しているため、その合弁先の中国メーカーと調整する必要があることから、実際の生産能力のカットに関する正式決定については、まあ、2023年度における決算発表が行われるゴールデンウィーク前後になるのではないかと、まあ、推測可能です。まあ、いずれにしてもですね、その自動車メーカーサイドの公式発表を待ちたいところではあります。他方でこの報道についてはかなり信憑性が高いという点がポイントです。というのも現在中国国内において日産とホンダともに販売台数を落としてしまっている状況です。このグラフは2019年以降のトヨタ、ホンダ、日産、フォルクスワーゲン、そして BYD の月間販売台数の変遷を示したものになります。特に今回減産の可能性が指摘されている水色で示されたホンダについては、もともとは月間15万台以上という販売規模を誇っていたのに対して、2023年シーズンは10万台をなんとか超えるという販売規模に縮小。紫で示された日産についても、もともとは月間10万台という販売規模を誇っていたのに対して、2023年シーズンはなんと月間5万台強程度という販売規模が半減してしまっていたわけです。その一方で黄色で示された BYD に関しては、ホンダと日産の凋落を死に目に瞬く間に販売台数を伸ばして、ついに2022年後半にも中国最大の自動車メーカーであるフォルクスワーゲン超えを達成しながら、2023年シーズンはほとんど全ての月においてその王者フォルクスワーゲンの販売台数超えを実現することで、まさに中国最強の自動車メーカーに君臨している状況なわけです。いずれにしても安価な EV をラインナップする BYD の台頭によって、内燃機関車を強みとする日本メーカーとしては、その BYD に対抗できる EV を全くラインナップできずに、 EV の人気が高まるにつれてどんどん販売台数を落としてしまっていたわけです。そしてこのチャンネルにおいては、直近の動画において複数回にわたって指摘している通り、この2024年シーズンの中国市場というのは日本メーカーの販売台数に深刻な悪影響が出てくる1年になるのではないかと、まあ、指摘していたという背景が存在します。そのように考える最も大きな理由というのが、やはり中国 BYD の販売動向にあるわけです。2月以降 BYD は2024年モデルとしてオーナーエディションと名付けられたモデルチェンジを全てのラインナップに対して行っている真っ最中です。このオーナーエディションにおいて最も注目すべきは、何といってもその大幅値下げという観点になります。詳細な解説は過去動画を参照するとして、全モデルの全グレードにおいて EV 性能や内外装の質感を向上させながら、それでいて日本円で数十万円規模の値下げを同時に行ってきている状況なわけです。他方でこの中国市場における値下げ戦争というのは、何も今年に始まったわけではありません。昨年である2023年の冒頭にテスラがモデル3とモデル Y を大幅値下げしたことによって、そのテスラに続く形で今回の BYD を筆頭として多くの中国メーカーが値下げ戦争に参戦。そしてそれは中国メーカーであったり EV に関わらず、中国市場においては全ての自動車メーカーの多くの車両に波及したと。よって日本メーカーについても既に多くの内燃機関車や EV の大幅値下げを行っていたわけです。したがって2024年の冒頭に BYD が引き起こしている値下げ戦争というのは第2次値下げ戦争と言えるわけですね。実際に BYD の競合関係となる中国の EV メーカーたちは、現在その BYD のオーナーエディションに対抗するためにさらなる値下げ措置を
を表明している真っ最中でもある状況なわけです。ところがそのオーナーエディションの実際の納車が順次スタートしている状況で、今回追加で判明してきているのが、直近の販売動向を示す指標である週間保険登録台数の数値になります。この週間保険登録台数に関しては、実際の販売動向より実態に即した形の指標として参考にされているものです。例えば先ほど示した販売台数というのは、あくまでも販売ディーラーに卸した台数がカウントされています。自動車メーカーがですね、見かけ上の販売台数をかさ増ししたい、特に年末などにですね、販売台数が急上昇するケースが多く、実態を把握しにくいという側面が存在していたわけです。他方で今回取り上げていきたい週間保険登録台数については、実際のユーザーが車両を購入した後に車両保険に加入した際の台数をカウントしていると。その上、週間ベースにカウントされていることから、最新のトレンドがですね、より反映されている指標になるわけです。そしてこの週間保険登録台数について、まず注目すべきは大衆車ブランドの登録状況になります。このグラフは BYD を筆頭として今回問題となっているホンダや日産を含めた大衆車セグメントの販売が中心の自動車ブランドの週間登録台数の変遷を示したものになります。注目すべきは直近3週間程度の登録状況です。2月前半についてはこのグラフの通り、全てのブランドで登録台数の急減が確認されています。これは2月前半の春節によって、自動車の生産だけではなく登録自体もですね、落ち着く時期だったことが要因であることによってですね、3月にかけて登録台数が急上昇している状況なわけです。ところが春節から3月にかけて登録台数が復活するはずの直近3週間を見てみると、あるブランド1社を除いて、そこまで目立った回復を見せていないという様子が見て取れるわけです。その一社というのが、緑で示された BYD ブランドの存在です。最直近になる3月4日から10日の週で5万台弱という登録台数を達成していることが見て取れるものの、その次につけているフォルクスワーゲンはたったの 2.5 万台弱と、 BYD の半分の登録台数にとどまってしまっている状況です。紫のトヨタに関しても1.7万台程度と、明らかに登録状況が戻っていない様子が見て取れるわけです。またホンダと日産についても、直近の週でそれぞれ9500台、6800台と、これまででは考えられないほどに登録状況が芳しくない様子が見て取れるわけです。そしてこの大衆車ブランドの登録台数における変化に直接的な影響を与えていると考えられるのが、やはり BYD の圧倒的な支配力によって競合が追随できなくなり始めているのではないかという点になります。その変化が直接観測できるのが、特に大衆車ブランドの販売台数を牽引しているコンパクトセダンセグメントの週間保険登録状況になります。このグラフは BYD、フォルクスワーゲン、トヨタ、ホンダ、日産がそれぞれ発売する大衆セダンの登録状況です。特に今回指摘したいのが、薄い紫で示されている日産の大衆セダン、シルフィーの存在です。1月中は内燃機関車セグメントの王者としてトップの登録台数をキープしていたものの、春節が明けてからも登録台数が全く戻ってきていないと、直近の登録台数は3600台程度と低迷しています。日産ブランド全体の登録台数が7000台弱だったことを踏まえると分かる通りですが、現在の日産というのはシルフィー一本足打法です。このシルフィーが衰退し始めた時こそがですね、中国市場における日産の終了を意味するわけです。ところが BYD の大衆セダンの新プラスのオーナーエディションを発売してきたことによって、現在週間登録台数は1万台を優に突破。さらにその新プラスの兄弟車であるデストロイヤー O5 についても、水色で示されている通り、すでにシルフィーの登録台数を上回り始めている状況でもあります。つまり、なぜ日産の登録台数が戻ってこないのか、それはシルフィーのガチンコの競合車種である BYD 新プラスの大幅値下げを含めたモデルチェンジバージョンの登録がスタートしたことによって、シルフィーの販売に深刻な悪影響が出始めているのではないかということです。そしてシルフィーだけではなく、既存メーカーがこれまで発売していた大衆セダンの売れ行きにも波及している可能性があるということ。いずれにしてもですね、特に大衆セダンのシルフィーに依存している日産については、この BYD のオーナーエディション第1弾である新プラスとデストロイヤー O5 の存在によって販売に大きな悪影響が出始めていると。それが日産全体の登録台数の停滞につながっていると推測可能なわけです。まさに恐れていた事態が水面下でもう起こり始めている可能性があるわけです。そして次に想定される登録動向の変化というのが、 BYD がオーナーエディションの登録をスタートしている大衆 SUV セグメントの存在です。この大衆 SUV セグメントでシェアを有しているのがホンダとトヨタの存在です。中でもホンダについては CR-V がですね、中国で最も売れ筋モデルです。さすがに日産ほどでないにしても、そのホンダ全体に占める登録割合は直近の週で 20% 弱と、その依存
ンドが大きいことが見て取れます。そしてこの大衆 SUV セグメントに対しても BYD はソンプロ、ソンプラスおよび日本でも発売中ユアンプラスという3車種全てに対してオーナーエディションを設定して同時に数十万円規模の値下げを実施しています。したがってチンプラスによる大衆セダンセグメントの支配と全く同様に今度は大衆 SUV セグメントにおいても BYD の支配が始まるのではないかと。その影響によってホンダ CR-V の登録台数にも、深刻な悪影響が出てきてホンダ全体の売り上げにも影響が出てくる恐れがあるわけです。そして全く同様にプレミアムセダンセグメントに対しても BYD は反のオーナーエディションを投入済みです。このプレミアムセグメントにおいてはトヨタ、カムリ、ホンダアコードが人気であることから、ここでも BYD の支配力が強まることでトヨタとホンダに大きなプレッシャーがかかってくる可能性が高いわけです。はい、このようにしてですね、日産とホンダが中国市場において生産能力を最大3割も減らしてくるのではないかという内容が報じられたものの、実は足元の販売状況を見てみると、その生産能力の減産では済まないレベルでのさらなる販売低迷の兆候が確認されてしまっている状況なわけです。特にすでに深刻な悪影響が確認されてしまっているのがシルフィ一本足打法に追いやられてしまっている日産の存在です。チンプラスのプレッシャーによって明らかに登録台数が戻ってきておらず、日産が深刻な販売低迷に追いやられる可能性が出てきている状況でもあります。 BYD がですね、オーナーエディションの発表のスローガンとして掲げてきている内燃機関車との最後の戦いに勝利するという内容がですね、まさに現実になり始めているという点はですね、 EV を販売しても全く売れていない、特に日本メーカー勢にとっては危機的な状況であると感じるわけです。はい、何にせよですね、特にこの週間保険登録台数のですね最新状況についてはですね、これ毎週アップデートされますから、特にですね今もう真っ最中、登録がですね始まっている真っ最中である大衆 SUV、ソンプロ、ソンプラスですね、ここら辺のですね登録台数によってですね、今ホンダ、トヨタのですね大衆 SUV に大きなプレッシャーがかかってくるんじゃないかと。さらにはですね、これハンの存在によってトヨタ、カムリ、ホンダアコードなどのですね日本メーカーの、プレミアムセダンにもですね大きな影響が出てくるのではないかと。特に3月中旬後半以降のですねこの週間保険登録台数にはますますですねこれ目が離せないとは思います。そんな感じでいってらっしゃい。